この任界で我ら以上の忍びはいまい。ボルト、これを渡しておく。これって…ボルト、母ちゃん、ボルト、絶対連れて帰る。約束だってばさ。サラダ、ミッキー、みんなを頼むぜ。ボルト、お父さんもよろしくね。しぶとい、この程度しか引き抜けんとは。悪いな、そう簡単にはいかねえんだよ、俺ら忍者ってのはな。忍者になったってことさ。まるで自分の影分身を見てるみたいだ。俺、ちったかっこよく見えっかも。前よりはな。少しは前の俺を見ててくれたんだ。今まで、すまなかった。これからは、今まで通りでいいってばさ。ただ、たまに会った時は説教じゃなくて、父ちゃんの昔の頃のことを教えてくれよ。あ、下等生物。
私のチャクラも食らう時が来たようです。我が親役がかつて私に力を委ねたよ。ためらわれ当然だ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。ああ、これが我の力、驚け打倒
所、この地を逃れた。師匠を信じろ。お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になる。なんだ、あれは
螺旋岩。ああ、ただ普通の螺旋岩じゃない。いきなり性質変化の加わった消える螺旋岩。だから何だというのだのだ。先ほどの幼稚な仕掛けはもう分かった。もはや我には通じる。しかし最後の望みをその小僧に任せるとは。獅子とかくも愚かなものか。見よ小僧の腕を震えているではないか。そんな腕で我と対峙するというか。そりゃこんな戦い初めてだし、正直怖え。体も震えちまうってばさ。けど父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んで、そんですっげえ強い忍びになった。だったら次は俺の番だろ。俺は忍びだ。この葉隠れの渦巻きボンドだ。忍びであること俺は負けねえ。じゃあ行け。我に向けて光弁垂れるなど。Thank you.
今度の勝負は俺の勝ちだな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト、そうだよな。俺は四代目の時とは違う。今ここにいるおかげだ。だからこそお前の成長を見守っていける。これからもずっとな。